はいみなさんこんにちは今日はブリューのちょっとしたチップスをお話ししたいと思いますこれを知っていたら便利でもやってる人もそんなにも多くないんじゃないかなというようなチップスを今日はお話ししたいと思います皆さんブリューには画像のエフェクトというのがあります出てくる時にふわーんと出てきたりズームして出てきたりというのがありますよね 例えば今ここに書いてますように手術後猫が目を覚めるということで次のコマではこのように目が覚めたというようなシーンを作りたい時にですねあまりパッと変わるよりフワーンと出てきた方がいい感じがしますのでそういう時はこれをクリックしてですね効果というのがあります。 これを選んでいただきます,するとここにフェードとか転がって出てくるとかこんないろんなエフェクトがありますじゃあこのふわーっと目が覚めるようなものを入れましょうはいこれでできましたが2つ目後ろの方のクリップを見ましょうカチンと押したら真っ黒ですよねこれは黒い背景からふわっと出てくるからです 一度見ていただきましょうはい、そんなに不自然ではないですけれどもこれが他のエフェクトだったとしますこのエフェクトを他のに切り替えましょうはい、転がるというのをやってみましょうこの寝てるところから転がって出てきます はい皆さんは気にならないかもわかりませんでも僕にとったらこの一瞬グロクパッとなるところが気になるんですねそういう時は動画編集の専門のソフトの場合トランジションという効果で使いますそれと同じように考えてですねこことこことの間にクリップを追加して空きクリップを約 1>, 1秒か2秒追加するわけです。5秒追加になりますので、この部分を削除します。はい。1秒残りましたね。そうしまして、前の画像、これもここに引っ掛けるようにします。そして、後からのエフェクトも1秒引っ掛かるようにすると重なりますよね。こうやれば、自然に画像が繋がります。その時に、 後に出てくる方の目が覚めた方の絵はですね必ず最前面に移動をしておいてくださいこれが重要なポイントですじゃあこれを続けて見ていただきましょうはい後ろの絵が残っていましたのであまり違和感がないですよね もしくはこの図形をですねもう一度ふわーんと上がってくるフェードにしますこれでもう一度見てみましょううまく自然につながりましたねこれの応用というのは BGM を切り替えたい時そういう時にも使えます BGM は最初の入りが ちょっと小さくフェードインに入るようになっています。今のところ切り替えができません。ですからこのトランジションがなければですね、一旦音が途切れてしまいます。その音を途切れないために今の1秒もしくは2秒ぐらいのトランジションを作っておけば音楽もつながるということになります。 皆さんぜひこの方法をやってみてください次は全く今の話とは違う話ですこの漫画は全く音声がありませんでもその音声を仮につけたいと思った時はクリップでシフトを押しながらファンクションキーの7番を押すとこういう風に音声を生成することができますここで、例えば、 日本語の方の音声を入れたいんであればこれは消しておきますそんな状態で音声を作りますが一応確認のためにどんな音声になってるかはい今イングリッシュになってましたから日本語でどれかを選択しますじゃあこの「みさというのにしてみましょうちょっと聞いてみましょう簡単で便利な動画編集「ビルーと一緒」ならできます。 ちょっと僕のイメージと違うので他のものを選びます簡単で便利な動画編集ブルーと一緒ならできますはいここで聞くだけじゃなくて皆さんここの再生のところでやると今のこのテキストで聞くことができます猫おできがなくなったにゃはい今回は皆さんに呼んでもらうのと違いますからこの猫というのがいらないですよねこれは消しておきましょうおできがなくなったにゃ これだけでいいわけです。じゃあ、これで確認ボタンを押して決定しましょう。このようにできましたね。このお出きがなくなったにゃーの後に英語で読ませたい。そういう時はどうすればいいんでしょうか。そういう時は、ここでここからだというふうに指定をしてですね、1秒ちょっと隙間を開けまして、そしてこれですね。 これを発音させるわけですけれども同じようにシフトの F7 押したらこのようになりますから欲しいところだけ取るようにしますここは消しましょうこのように設定をしまして音声設定に行きます英語でやりたいわけですから英語を選択しますそうしましてアンヌを聞いてみましょう than ever. じゃあこれにチェックを入れまして 今度は今喋らせたい音でも確認してみましょう。いいですね。じゃあここで確認をします。そうしましたらここに出てきましたね。ここでヒントがあります。今はこのクリップに収まっています。収まって約2秒の余白がありますが、もしこれが文章が長いときは下まで来てしまいます。そういうときは 下が2秒のところまで来てしまったとしたら、ここにあと2秒足しましょう。そういう時は、この2秒をコピーします。Ctrl-C。はい。もしくは、これですね。コピーをします。そして、この後ろに Ctrl-V 貼り付けて、このクリップの長さを音声の長さに合わしてあげるということです。ですから、 今は余白があったので足すすこころか減らしていいということとうになりますじゃあこれで消しましたこの音声はどこまであるかというとこの2秒間でそしてまだ1秒隙間がありますのでこれでいいということになりますよね実際やってみましょうちょっと一つ手前のクリップからおできがなくなったにゃ The swelling is gone このようにですね、一応ちゃんと指定さえすれば、順番に話したりということができますので、皆さんこれもやってみてください。僕がブリューのレッスンをしていると、案外やり方がわからないというのが、この AI 音声ですね。ここについてのやり方がわからないという方が 多いんですけれども、今回お話ししましししままたたチップスを参考にしていただきまして、てていだだき作ってみてください。ブリューに対しての勉強をもっともっと深くやりたいということであればレクチャーもできますし一言二言で回答ができそうなことであれば YouTube のコメント欄とかでも無料で対応できることもあろうかと思いますので簡単な質問はそのようにお願いします。 やってください親切にはお答えしますただし皆さんも本気になってブリューで副業や会社のビジネスに有効に使うんであれば遠回りなことをやっているんであれば2時間3時間のレッスンをするだけで見違えるようにブリューを使えるようになりますので是非ともそういう方は自己投資をされてですねより素早くそして 効率的なブリューの使い方これを学んでいただくといいと思います。僕なんかもブリューが得意だという方とコミュニケーションをとってもですね「えっそんなこと今やってるの?」とかですね例えば再生一つでもファンクションキーの4番5番でですねクリップだけの再生と全体再生とかができたりそして結合一つでも Ctrl-E ででショートトカットできますよね。そういうショートカットを効率よく最低限は覚えたいショートカットとかですね音楽のボリュームを下げたいんだけれどもどうやればいいんだろうとか案外音楽を下げてしまったら他まで下がってしまったとかいうような方もおられるんです。そうなななってくると、なかなか自分だけでは、 解決できないことまあ僕にもブリューの機能がないためにできないこともありますけれども少しは皆さんよりはお教えできることがたくさんあるかも分かりませんこれからもブリューはどんどん進化していますので最新の機能をうまく使って使いこなしてください今日はご視聴ありがとうございましたまったねー